カメラを盗んだのでしょうか、盗んでないんでしょうか。僕はカメラを盗んでいません。それははっきりと誓いますか。はい。怪しい人物が左手首を掴んで自分のカバンに何かを入れようとした、この人物に対してはどんな感情を抱きましたか。その時ですか、今ですか。その時です。その時はもう怪しいというか、その場でそのカバンの中に僕はレース用の帽子とレース用のゴーグルが入っていたので、それを取り返すことが先決でした。怪しいと思ったとしたら、その自分のカバンの中に入れられたものに対しても怪しいとは思わなかったのでしょうか。その時はその人に危害を加えられたり争うことが嫌だったので、僕はその場からすぐにバッグを取り返してしまいました。この取り返したバッグの中に入っているもの、非常に重いものだと思います。怪しいと思うんですが、どうしてすぐに確かめようとしなかったのでしょうか。僕はそれを持ち去った時に何か言われたんですが、その時に何を言っていたのかちょっとわからなかったんですけど、僕はその時それをゴミだと勘違いしてしまいました。富田さんが警察から見せられた防犯カメラの映像には第三者は映っていなかったんでしょうか。その映像を見せられた時に机越しで僕、通訳、JOC の方に机を挟んでスマートフォンで見せられたという感じなので、すごい小さかったですし、画面がすごい遠かったので、そのはっきりとはその人が映ってるかも分からないですし、僕がその撮っているとされている映像も見ることができなかったです。もうこの際富田さん、どうでしょう、警察にですね、今回の、もし映像が鮮明に映っているのであれば、その映像を公開していただきたいというふうにお考えでしょうか。はい、僕がインチョン警察が行ってた時間帯というのはアリバイの方がありますので見せてもらいたいです。僕が韓国の警察署で認めたのは事実ですし、それに続いて日本選手団出場となったので、仕方なかったと思います。僕が強い意志を持って警察署でやっていないってことを言えばよかったのですが、僕の心は弱くて大変迷惑をかけてしまったので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。今富田選手は韓国の警察に対してどのような感情をお持ちでいらっしゃいますか。再調査してもらえばいいかなと思います。